はい、どうも皆さんこんばんは、モッティです。スプラトゥーン3実況プレイ始めていきたいと思います。本日はサブ武器実況会スプラッシュボム編です。普段僕が使っているスプラッシュボムの使い方、コツなどをお話しします。よろしくお願いします。はい、ということでやっていきましょう。スプラッシュボム会ですね、よろしくお願いします。意外とサブ武器ってあんまり人に教えてもらえたりしないじゃないですかね。なんかそういうところをですね、こう紹介していく実況シリーズでございますんで、まあぜひよかったらシリーズともどもよろしくお願いいたします。で、まあスプラッシュボムっていうのは、まあ、僕が思うにですよ、全サブ武器の中で一番その基本的な部分となるサブ武器だと思いますんで、個人的には。なのでぜひね、ナッシューまずはね、いろんなボム投げ散らかす前にね、ぜひこのサブをね練習していただきたいなと思うわけですね。はい、じゃあ早速ね、あ、その前にスペシャル切りましょうね。はい、この辺か。あ、惜しい、ちょっと後ろすぎた。いやん、カニタン無理、カニタン無理、あ、危ない。スプラッシュボムはね2つあります。2種類、大きく分けて2種類。1つは、うわ、真下は無理ですわね。大きく分けて2つありまして、索敵とキルトリ、わお、索敵とキルトキです、キルトリですね。まあ一つはそのよく使うのが7割ぐらいそうなんですけど、索敵、例えばこういう塔の上とか壁の裏とか、まあ、いわゆるその敵がいそうなところですよね。敵がいそうなところ、こういうところとか。あ、惜しいね。そう、要は自分のメインとかが届かなかったり入っていけないじゃないですか。ナイス今のもね、まあ若干索敵寄りですかね。要は手出せないところを手出しに行くのがボムなので、まあ、そのボムのこう強さというかね、際立つような、山なりのボムを打つと、投げると、まあ相手をどかしたりすることができるんですね。あとはまあ割と後衛武器とかに牽制になったりとかするんで、まあ、そういう投げ方をするといいと思います。で、2つ目は、キルトリですね。キルトリね、たまにやるんですけど、こういうの、要は相手が入ってくるよねみたいな、ここ来るよねとか、この辺動くよねみたいなところを狙って転がしていくボムですね。これは相手の動きを読みながら投げていくボムなんで、結構ここは熟練度いるんですけど、まあこう転がしてね、特に下り坂とか有効なんですよ。こんな感じで下り坂とかに投げていくと、ちょっと必要以上に転がってきてくれたりするんで、割とそういうところでキル取れたりとかもする。ナイス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 。そうそう、そういう感じですね。あとは湯の花で言うと、この辺とか結構いるんで、わー、ほら出てたでしょ出てはきたでしょ。そう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 、ボム投げるとね、相手の居場所割り出されたりとかするんで、今たまたまかもしれないですけど、そういう使い方ね。ナイス、これはいいや。今のキル取りですね。はい、これね、僕は結構ね、もう無意識で投げてるところあるんで、自分で今口で喋ってて、何がキルトリで何が索敵なんだろうって思いながらまあ投げてたんですけど、まあ要はその2つ、壁裏とかに意識したりとか、高台に意識して、敵高台とかに意識して投げるっていうのを基本的に軸にしつつ、敵がなんかクッとこう甘い動きをした時にスッて差し込めるようなボムを身につけられると、基本的にはスプラボムは OK っていう、ね、そういうサブ武器だと思います。はい、じゃあちょっといろいろ使っていきましょう。はい、ということで、続いてのギアやっていきたいと思います。サブインク効率 3.8 積んで、スプラッシュボム2個投げやっていきましょう。よろしくお願いいたします。まあね、よく YouTuber とかネタにするやつなんですけども、一応サブインク効率、メイン3つサブ2つかな、積むとですね、まあ、どの武器も一応2個投げができます。こんな感じでね。はい、で、若葉に関しては、若葉はですね、インクタンクがでかいんですよ、他の武器と違って。なのでメインが2つかな、メイン2つサブ1個だったかな確か、で2個投げができます。なので、まあ結構この2個投げの立ち回りとの相性が非常によろしいというのが、まあ、若葉の2個投げですね。だからこう、まあ投げ方とかは2個投げだからどうとかじゃないんですけど、変わんないんですけど、まあ圧をより強めるといった感じですかね。まあ、あとはキルにちょっと重きを置くみたいな、まあ、そういう
意味合いなのかなっていうふうに思います。まあ長所としてはね。ただね、まあこと若葉の話ですよ。こと若葉に関して言うと、普通に塗って普通にメインで切り取った方が強いんで、わざわざボムを2個投げる意味っていうのが、割とこう、ちょっと、なんかあれですかね、奇襲的な意味というかね、まあそんなわざわざ2個投げなくても1個でキル取れるよねっていう、そういうのはありますよね。あとはね、こう2個投げた後にバリア張ってさらにこうやって2個投げるみたいな、ボム4個投げっていう立ち回りも一応あります。ただもうこれに関してはほとんど使いどころがない。なんか死んだ。僕が思うんですよ、僕が思うに、まあ例えば矢倉に乗ってて何もやることないな、前にしかいないなって時に、まあ関門近くでバリア張るじゃないですか。まあそのついでにね、やるとか。ナイスー。まあなんかそういうのとかね。うん、まああとはエリアとかをもう無理やり打開するみたいな、まあ前作までで言うところのスプラッシュボムラッシュというかボムピッチャーみたいな使い方をしていくのが、まあ4個投げはありなのかなというところですけどね。まあただどちらにせよめっちゃ強いわけではないので、これボム2個投げ4個投げ、あくまでそのまあ奇襲ですよね。奇襲的な意味合いを持って立ち回っていきましょう的なね、そこですね。1、2、3、4、はい、近づいてきてくれてたら今倒せてました。難しいですよね、そういう意味で。ある意味来ない来ない、こっこっ、あっあっ。いや、やっぱメインで立ち回った方が強いと思うな。食い止めはしましたけどね。まあ牽制にはなるし、相手目線から見たらそこそこの圧はかかってるかもしれないけど、まああくまでお遊びだと思って、特に若葉シューターとかをこれからね、使っていきたいなとかいう方とか初心者の方とかは普通に立ち回った方が若葉は強いんで、今作の方が本当にちゃんと強いんで、まあ、そういう立ち回りをしていくことをね、個人的にはお勧めします。はいはい。さあ続いてはですね、サブ性能アップ 3.8 積んでの遠投スプラッシュボムやっていきましょう。よろしくお願いします。まあサブ性能アップスプラッシュボムに積むとですね、飛距離が上がります。なんか初速が上がるらしくって、その分遠くまで投げられるらしいですね。なのでういしょ、普段届かないような、ね、こんな遠くの部分とかにも届いたりしますよということが言いたいです。よよよ、だいぶ取られちゃいましたね。ここにもいるんですか、ここなんですか、ここなんですか、はいはいはいですね。ちょっとボム投げさせてもらっていいですかね、すいません。ボム投げさせてもらっていいですかね、ボム界なんでボム投げさせていただいていいですかね。例えばあそこのリッター、コッコー、取れた、やったぜ。やったぜ、メジロドーベルやり、あーマジか、うわまあ普段届かないところに投げられるんで、まあ大体そのあれですよね、相手のその特に長射程っつうんですか、あーインクがで長射程はやれると思うんで、ナイス。今みたいにちょっと見えてなかったんですけど、まあ奥目に投げていったら強いんじゃないかなみたいな、そういう風潮イズある。うこっこー、うこっこー、うこっこー、うこっこー。ちょ、投げたいだけ、ここを言いたいだけ、言いたいだけのやつ。リッタ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 コッコー、あやめ、相当嫌でしょうね、相手のリッターからしたら。相当嫌でしょうね。あとさ、これあんま収録長引くと感覚狂っちゃうから、そろそろ決めたいですね。え、コッコー、これはいくぞ、これはリッターやるぞ、リッターやるぞ、リッター、こんにちは。
さよならー、こんにちは。まあそれなりに使ってみた感想としましては、強くはまるでないですね。まるで強くないです。あくまで奇襲。ここは届かないのか。あお。こうすよね。あっとえ、インク効率すんだもん、絶対強えわ。さすがに。ここ。ここ、逃がさねえぞ。逃がさねえぞ。ナイス。一回リッターの後ろ見て。ナイス。ただの、ラスト、どこにいる？どこにもいない。ここちょ、どこにもいなかった。まあ、そうね。縦長ステージ多いじゃないですか、今作。ね。リッターとか、ハイドラとかがマジでうぜえって思ったら、やったらいいじゃないですか、装備で。うん。ビビりまくると思いますよ。いや、投げられた側からしたら。ね、はい。ということで、まあ、面白いんでね。使ってみてください。以上、モッティでした。おつおつ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ニコニコ町会議2020に出演してきました。生配信で見てくださった方も、現地に遊びに来てくださった方々も、本当にありがとうございました。まあ、感想はね、ニコ生でゆっくりお話ししたいなと思うんで、ぜひニコニコ生放送を見に来てください。ということで、あったかくして寝ろよ。